俺の友達、半身浴だけで2ヶ月で10キロ痩せましたよ。もともと友達は結構太ってました。食事制限とか筋トレはしなかったそうです。わどうも、片倉学徒です。世の中にはいろんなダイエット方法が溢れていますが、そのほとんどに効果はないんですよ。だから多くの人はその効果がないダイエット方法に効果があると信じ込んでやり始めてしまう。なぜ効果のない方法を始めてしまうのか。その原因は騙される側の思考回路にあると思うんですよ。今回この話をしたのはこんなコメントをいただいたからで。俺の友達、半身浴だけで2ヶ月で10キロ痩せましたよ。もともと友達は結構太ってました。食事制限とか筋トレはしてなかったそうです。こういう思考回路の人って本当に多いんですよね。〇〇が痩せるって言ってたっていう風に他人のダイエット方法をすぐ信じてしまう人。今回の質問者さんのような考え方の人ってダイエットに失敗する確率が非常に高いので、なぜその発想がまずいのかを今回説明していきます。まずご友人がダイエットに成功したこと自体は素晴らしいと思います。まあちょっと減量スピードが速すぎるようにも感じますが、2ヶ月で10キロ痩せたなら大したもんです。でも質問者さんは食事制限なしの半身浴だけで本当に痩せたと思いますか？体重の増減はカロリーバランスによって決まります。食事による摂取カロリーと運動や日常生活による消費カロリーのバランスです。そしてお友達は食事制限で摂取カロリーを抑えていない、運動で消費カロリーも増やしていないと。ということは半身浴だけでマイナス10キロできるぐらいの消費カロリーを稼ぐことができると言いたいんですか？冗談でしょう。そもそもそのお友達って本当に食事制限してないんですか？質問者さんはお友達の半身浴を始める前の食事記録を見ましたか？始めた後、それからの2ヶ月の食事記録を見ましたか？そしてその2つの食事記録を比較しましたか？半身浴の前後で食事内容に変化はありませんでしたか？もしかしてそれらの詳細の記録を一切確認せず、食事制限はしなかった。友達が言ったこの一言だけで全てを信じたんですか？友達の発言が嘘である可能性は考えないんですか？こういうと自分の友達はそんなに悪いやつではないと思うかもしれません。でも嘘って悪いやつだからつくわけじゃないんですよ。例えば自分の昨日の食事内容を詳細に思い出してみてください。まあ昨日なんで少しは思い出せると思いますが、その思い出した食事と実際に食べた食事の内容が大きく異なる可能性が非常に高い。なぜなら人の記憶力には限界があって、全てを詳細に覚えきることができないからです。人によっては記憶している以上に食べていたり、逆に記憶している以上に食べてない場合がある。要は無意識レベルで食事制限をしているパターンもあるんですよ。だから食事制限はしなかったなんて他人の言葉は当てにならないんです。しかも1日2日ならまだしも2ヶ月、そんな長期間の食事の記録はよほどの天才じゃない限り 100% 正確に記憶してないです。あとは自分の努力を隠したがる人もいます。学生時代全然勉強してないんだけどって言って実はバリバリに勉強してたみたいな人いませんでしたか？努力は恥ずかしいと考える価値観の人は自分の努力をこっそり隠したがるんです。要は悪意があるなしに関わらず、人の発言には間違いが混ざるんです。だから友達が半身浴だけで痩せたと言ってもそれが事実とは限らないんですよ。人のダイエット体験談という間違いだらけで参考するに値しません。ダイエットに成功しようと思ったら誰かが痩せると言っていた方法ではなくて本当に効果のある方法を選ぶ必要があります。まあ痩せた人の体験談を魅力的に思う気持ちはわかりますが、安易に信じるのはやめましょう。信じてもあなたが損するだけです。本当に痩せたいのであれば食事管理や筋トレを始めてください。友達が痩せたとする方法で時間を無駄にする前に。